出た、ここだけ遠くばらまいちゃいまーす。意外みたいな顔すんな。このカードがキャッシュレスの言い訳だね。時を戻そう。ありがとうございます。スタート。世界を変えるキャッシュレス特別編、4人のここだけトーク。ここはビザで展開中の世界を変えるキャッシュレスの撮影スタジオの楽屋。キャッシュレスプロモーターとして撮影を終えた4人の雑談をこっそりここだけお届けします。不思議な感じでしたね。なんか不思議、いろんな格好して、はい、そうそうそう、お疲れ、ね、楽屋黄色これがソーシャルディスタンスか。あ、扉閉めてもらっていいですか。お疲れでした。お疲れした。お疲れ、ありがとう。いや広いね、でも、うん、結構ありますね。よいしょ。松井さん最近どうですか。いや松井さんって俺の本名を言ってくれてどうもありがとう撮影3人のやつ多かったじゃん。ああ、そうだね。一人でずっとなんか淡々と。寂しかったです。寂しかったよたまに那須さん来るんだけど、うん、毎回衣装違うっていうね、はい、そう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 、面白かった。今日いいっすね、すごいかっこよくない。めちゃくちゃなんかロンドン系らしいけど。おお、はい、結構革ジャンってあれね、余白ないね本当だ結構パツパツよ、うん、すげえ。いや、あのここだけの話なんですけど。出た、ここだけ遠く。いや、ほんとここだけの話ですけど。やめてよ、怖いこと言う。やめて。いや、なんかいまいちなんかビザさんって何やってる会社なのかなとか僕思っちゃって。確かに、まあ、確かにそうだな。説明はちょっと難しいかな。しっけ、本気でおっしゃってます。いや、しっけって。いや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 ビザはイノベーションで決済をリードしてきたってさっき散々学んだでしょうよ。そうだけど、いや、なんかピンときてない。分かった。いや、そんな、そんなリアクションもない。今からじゃあ俺ビザのこと説明するから、うん、まず座れ。いや、もう座ってるけど何度でも座ろう。座れ、座ってる。ビザはいつから歴史が始まったか。そう、1958年から。まだ何も言ってないですよ。今から60年以上前だよね。それぐらい歴史があんのよ。まあ、1958年っつったら、まあ、みんなもご存知の通り、ミスタープロ野球こと長嶋茂雄がプロデビューだよね。あと世界一のインスタントラーメンとか、あとは東京ドームができた年とかだけど、それぐらい昔からあるんだけど、そんな時代にできたのがリボ払いができるカード、バンカメリカード。このカードがキャッシュレスの夜明けだね。つまりね、60年以上前から業界のトップを突っ走ってる、それがビザってことですよ、うん、そんなバンカメリカードが今のビザという名前になったのが1976年。1979年にはトラベラーズチェックを発行したり、1983年には世界中で24時間現金を引き出すサービスを提供したりと、みんなが知らないうちに使いやすさを追求し続けてきたわけですよ。あとね、東京2020大会の延期が決まっちゃったけど、ビザは1988年のソウル大会からオリンピックのスポンサーになってるんですね。もちろん東京2020オリンピックパラリンピックのワールドワイルドパートナーにもなってます。誕生から62年200以上の国と地域で事業を展開しているビザ、対応している通貨の数は160、カードの発行枚数は35億、利用可能な加盟では6100万以上、そして金融機関顧客数は15500。もうこの数字見ただけでビザがどんだけすごいかってのは松井さん分かってもらえますよね。分からねえからもう一度言ってくれ東京2020大会は延期になってしまいますから、もう一度理解を深めよう、みんなで。それぐらいすごいんだっていう話ですよ。ちょっとすいませんね、口で説明してもちょっと分かりにくかったかもしれません、うん、もう実際にやってみましょう。やってみる、うん、じゃあまずはじゃあシュウペイさんが、はい、お店屋さん。お店屋さん、店員さんです。何屋でもいいですよ。え、じゃあたこ焼き屋とかでもいい。たこ焼き屋でもいいですよ。たこ焼き屋やろう。じゃあアシカの餌専門店とかでもいいですし。バラまいちゃいます。悪くないだろう、うん、どちらでもいいですよ。いいですか、はい、あ、でもたこ焼き屋で。たこ焼き屋ですね、はい、じゃあナツさん、はい、ナツさんはおじさん役で。おじさん役性別を超えてできなくはない。お客さん、お客さんで。お客、あ、たこ焼き屋さんのお客さんで、はい、おじさんかおばさんかはもう判断に委ねます。やってみましょう、はい、女性、しょうゆじさん、はい、いただいきでいや、ってことは楽ができる、悪くないだろう別に、はい、嫌われてるわけじゃないですよね。はあの、いや、いい笑いだどんな笑いでも笑顔にはなるじゃあお客さんがお店にやってくるところは、まあちょっとやってみましょう。 いいですか、はい、よーい、スタート。ああ、こんなところにたこ焼き屋ができてるんだ。ああ小腹も空いたし入ってみるか。ガラガラガラ、すいません、たこ焼き一つください。いらっしゃいませー。あ、一箱だから600円でございますね。600円、おい、いくらされる。え、
1個で足ります？あ、じゃあすいません、あのたこ焼き3つ追加で。3つ、お、じゃあ全部で4個ってことでね。よし、わかりました。テイクアウトだから、消費税 8% で、2592円かな。なるほど、はい、2592円。2592円ね。2592円、財布して、はいはいはい、2592円。ちょっと待って、早く用意して。ちょっと待って、ちょっと待って、お客さん来たよ。ちょっと待って、2592円。ちょっと待って、ちょっとお客さん大丈夫？お客さん、あ、ちょっと待って、すいません、いや、もうちょっとごめんなさい、もう1万円であのお願いします。1万円で、はい、いや1万円お釣りが、お釣り計算して、お釣り計算して、だからちょっと今こっち大変じゃん、はい、もうちょっと大変だな、もう、うん、ちょっと、ああ、ちょっともう大変よ、ちょっと、ああ、もう、もう、ガッ、もう遅いよ、そう、遅い、いや芝居良かったね。カットするのが忍びなくて絶対いらないとこだったし、もっと見たかったんですよ。よかったよかった、ずっと見てたよ今、カットいつかかるのか、表情が良かったです。シュウペイさん、はい、お釣りの計算大変でしたよね。わかりませんでした。夏さん、太りすぎですね。関係なくない今、うん、いやいや、小銭が多くて出せなくて困ってはいましたけど、うん、そうですよね。困ってましたよね。困ってました。そんなお困りの2人に私たちが登場したらどうでしょう。ん、私たち、ほいほいほい。さあ、まず私が言わずと知れた VISA ビザ、そして松陰寺さんが助けさまつ。いや、聞き取れねえってことは俺の耳が良くないのかもしれない。もう一度お願いします。タッチ決済端末、うん、あ、タッチ決済端末って言いましたね。タッチ決済端末、2文字ぐらいしか聞こえなかった。タッチ決済端末ですよ。レジのところに最近ありますね、カードでピッてやって決済するための端末ありますね。あれの役をちょっとお願いいたします。端末ですか。はい。いや、できるわけねえだろとも言い切れない端末です。端末っぽいです、ね、いいでしょう、端末っぽい。ありがとうございます、ね、ギリ合格だったみたいな。この端末が来たことで、シュウペイさんのたこ焼き屋さんはビザのタッチ決済ができるようになりました。おめでとうございます、うん、ありがとうございます。どういたしまして、連戦してます、よろしく。これを踏まえてもう一回やってみましょう。はい、はい、じゃあ松陰寺さん、あの、はい、例の、 あの時間を戻して面白い、 ありがとうございます。はい、時間戻せ、発注は何だって受け入れよう。時を戻そう。ここが江戸時代か。いや、戻りすぎてしまった。戻りすぎた過去は進めよう。じゃあ行きますよ、スタート。ではたこ焼き4箱で2592円になります。じゃあビザで。ピッ、ビザカードをかざされました。わかりました、ちょっと確認入ります。ん、確認取れました。こちら大丈夫なお支払いです。2592円お支払い完了だ。はい、おお、はい、OK。 さあ、ピッとかざすだけで決済が完了しました。支払い完了。さっきよりスピーディーでたこ焼きも焦げずに済んだ、喧嘩も起きずに済みました。どうですか。確かに簡単だね。うん、そうなのよ、うん、簡単だし、うん、早かった、早いし、早かった。お、他にもありますか。お、はいはいはい、はい、みんないい顔してた。みんないい顔してた、うん、はい、それもありますよね、うん、他に、あ、他にもありそうだぞ。あ、なんかかさばらない。かさばらない、うん、というと、小銭って結構いっぱい入りがちじゃないですか。はい、はい、でもこれを出すだけでピー、なるほど、早い、はい、ピッと早い、うん、その一方、一方、楽しかった。楽しかったですよね。そう、楽しかったら最高ですもんね。決済、はい、が楽しかったら一番嬉しいですよね。楽しかった、かつね、しかも安全で安心っていうメリットもあるんですよ。すごいんだから、ね、確かに。いや、でも、まあ、なんとなく今の分かったけどさ、うん、なんか楽しかった。カズちゃんがさ、うん、ビザ役やったじゃない。ビザですよ、はい、で、なんか確認してたけど、あれ何。さすが、そこに気づくとは。夏さん、お目が高い、血糖値も高い。あれはね、ビザタッチ決済対応カードをタッチ決済対応端末にかざすと、それが世界中のどこであっても一瞬にしてビザが世界中に張り巡らした安全なネットワークを通して、それぞれのカード発行会社にこの取引が OK なのかっていうのを確認した後、最終的にこの端末に戻ってきて OK って返す。しかもそれを1秒間に6万5000件以上の取引を完了できる、そんなすごいネットワークなんですよ。すごくないですか。うーん、なるほどね。だから、あのうなずきはそれを表現してたってわけ、うん、そういうことですよ。いや、分かりづらかったけど ね、うん、ビザは1日に1億回以上もこの処理を繰り返してるわけですよ。しかも24時間365日体制でチェックしてるのね。さっとかざすだけで安全安心な取引ができるのはもちろん、現金で払うよりも早く取引完了しちゃう。タッチ決済を使うと現金に比べて、お財布から支払い、レシートを受け取るまでっていう、このかかる時間がなんと8秒も短縮できるのよ。これは現金の取引の半分以下なんだから。これこそがビザがキャッシュレスをリードすると言われるゆえんなんですよ。
すごいんですよ。いや、関心の仕方は人それぞれだ。悪くないだろ。今後新しい生活様式が求められることになりますけど、ビザはみんなと一緒に進化し続ける、そういうことなんですね。いいですね、うん、素晴らしい会社ですよ、ね、いや、なるほどってなってる間に、ね、夏さんまたいなくなっちゃいましたよ。ちょっと探しに行かないと。またやめときましょう。いや、やめとこうとはならないんだ。探さなきゃいけないんだ。探さないといけましょうよ。何度でも探しに行こう。そして時を戻そう。ああ、これビザの機能で何とかなりませんかね。いや、ならないとも言い切れない。もしかしたら可能性はあるかもしれない。こうして4人のキャッシュレスの旅は今後も続くのでした。今までの旅は概要欄から。